はい、皆さん、こんにちは。ヨガジェネレーション代表ミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきまして、ありがとうございました。今日は話題のコースがなんか盛り上がってるらしくてですね、その中心、キーパーソンに、まあ私のかわいいかわいい妹分でございますが、<laughs> もう彼女とは20年来のね、あの仲間でございますが、まずはゲストをご紹介したいと思います。佐久間良子先生です。お久しぶりです。な,なんとなく久しぶりですね。 元気元気お互いね、母となり、父となり。すごいな。年いくのすごいな。でも、みんな若返った気がしますけど。若作りしてんだよ。遅くに生まれた子供だから。大事、大事。中学校、高校生になった時に一緒に歩かないとは言われたくないから、今から意識、意識高くやってんだよ。いやー、素晴らしい。嬉しい。今日は、はい、そんな佐久間涼子先生を迎えして、あのね、 いい噂が来ておりますよあのね、右側、ね、のところに来るっていうのはね、なかなかのことだと思います。なんと、えー、あれもう何年前からもうコロナ禍、実はコロナ禍だったので,4年ので、4年はい、四年前、コロナ禍で、えー、佐久間良子先生はですね、新しい自分のオリジナルメソッドを開発されてですね、ヨガジェネレーションと一緒にこうやってきた4年があります。それが TheBASICS。 というプログラムがありますこれ6日間のプログラムだけど時間としては半年間ぐらいあるんだっけ3ヶ月 ?3 ヶ月で、まあ、結果の出る、えー、プログラムザ・ベーシックそうこのですねまあこのザ・ベーシック初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんが非常に評判がよくてですね最近 実は隠れた名講座として毎回人がついてきております。で、これがですね、僕が聞いてるのは、最近ヨガの先生が結構多くなってるって聞いてるんだけど。あ、うん。ね。まあ、僕から説明するのもなんだから、横先生から、まず<え>ベーシックって何してんのって話。なんでヨガの先生が結果的に来るようになったのみたいな話って聞いてもいいですかあー、なるほど。え、なるほど。なんかそこはそうですね。なんか まずはあんまりヨガにこだわってるようなプログラムでは全然なくていろんなスポーツであったりとか、まあ、トレーニングをしている人がなんかこう初めて聞くジムとかに行くと初めて行く、えー、と言葉であったりとか筋肉の名前とかいっぱいあると思うんですけどそういうところにアレルギーを示さないようにまずは本当に基本の基本から、えー、と体のことをちょっとずつ学びつつ ながらでなんか大きな動作よりかも自分ではあんまり一人でやりたくないような動作っていうところが実は、えー、と体の体幹部を鍛えていく動作だからそういうのを、えー、と鍛えることによってやっぱり日々の疲れであったりとか一、えーまあ、日の持久力であったりとかひ、まあ、いてはスポーツをされている方はその体幹を鍛えるっていうことの価値だったりとかに届く、えー、と なんかこう大切に実感してもらえればいいなって思って体幹を鍛えるというか自分の体重を使って自分自身の根幹を 作っていく鍛えていくっていうようなプログラムにはなっていくんですけどなんかこう不思議とヨガの先生が本当に集まってきてくださっているのは嬉しいなっていうふうに思っていて、まあ、あのヨガの先生でも最近はいろんなキャリアを積んでる先生方がたくさんいらっしゃるので老人ホームで働いてやってるんだクラスをやってるんだであったりとかもちろん あの主流のホットヨガであったりとか、えー、とヨガスタジオ常温のヨガスタジオの先生もいらっしゃるんですけれどもやっぱりまずは自分の体をえっ、ー、と 鍛えたいというかなんかあんまりこうヨガっぽくないけれどもちゃんと鍛えている私っていうところをえっと捉えたいなっていう方がまあたくさん実はいらっしゃってでも無理したくないし次また仕事行かなくちゃいけないからっていうところでやっぱりヨガのクラスに行くと1時間2時間3時間の隙間を作るのって結構やっぱり大変なことだからちょこちょこ練習ができるっていうのが多分一つの魅力だったのかなっていうふうには思うんですけれども なんかそうザ・ベーシックって1日5分をいっぱい積み重ねていくような練習をやってくださいっていうのがプログラムの一環なのでそこで難しくないっていうのがもしかしたらいろんな方にはまったのかなっていうふうに思いますあのまさにザ・ベーシックあの三木蔵のこのね講座の解釈は あの実はですね、トレーニングって、幹、ま、蔵、あ、も元スポーツ選手ですから、実はですね、えー、器具をね、ガシャ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 やったり、むやみやたらにこう腕立て伏せをしても、ですねあの実はいいところに筋肉がつかなかったり、逆に使えない筋肉が育っちゃったりっていうようなことが起きるんです。すなわちですね、これはヨガだけじゃなくて、スポーツとかすると、す、ま、べ、あ、てそうですあの正しい体の使い方っていうのが基礎になるんです。でこの ザ・ベーシックっていうトレーニングの根幹の僕の捉え方は、まあトレーニングではあるんですけど、正しい体の動きを身につけるっていうトレーニング。これがまさにザ・ベーシックっていうものです。なので、ヨガはね、もちろん、あの、アーサーのアライメントとかね、その、どこでどうキープして、どこに力を入れるか、正しい動きっていうのはあるんですけれども、その、ヨガはヨガなんです。 ザ・ベーシックっていうのはヨガも野球も僕がやってるゴルフも全てに共通する根幹となす体の基礎的な使い方を覚えましょうということでメソッド開発したトレーニングそれがザ・ベーシック3ヶ月のプログラムですでこれがですねまあいろいろ根強く頑張った結果いい口コミが広がってるらしくてですねあんまりこう あのガシガシと告知をしなくても人から人づてで人が今集まりだしてるというのは嬉しい一番こうあの良子にとって嬉しい状況が今目の前にあるんじゃないかなと思ってましてやっぱりこういいものをね継続は力なりでね粛々とやってきた結果が今あるのかなと思ってますなので今日ねよかったらベーシック知らなかったよっていう人にねご案内したくまあ概要欄にね全て情報は載せておきますので。 えー、興味がある人はね一応一度ねページの概要内容をね見て頂ければと思うんですけれどもなんか良子先生今までもう何期も終わってると思うんですけれども素敵なことの事例とかこんな人がこうなったとかこんな、えー、感想をいただいたみたいな素敵なことってないいやーたくさんたくさん実はあるんですけれどなんかあんまり。 ベーシックに参加してくださる方も含めて私のクラスだったりとか講座に来てくださる方ってなんかインフルエンサーっていうような形では全然なくてやっぱりこう地道にお仕事をされてたりとか主婦の方であったりとか育児中のママであったりとかっていう本当にあの今を。 支えている人たちなので SNS が得意ではない方もたくさんたくさんいらっしゃるでですよねでもその中で、えっと、やっぱり受けてよかったっていう SNS で語ってくれた方が最近いらっしゃってもうビフォーアフターの写真を上げてくれたんですなんかまあいろんなエステとかあるじゃないですかそういうのと同じなんかこう上げ方でベーシック受けたらこうなったよっていうのでお尻の位置が本当にまず変わってた。 なんかそれはお女性としてはすごく嬉しかったし<ー>それが50代の女性だっていうのがすごくやっぱり嬉しかったっていうふうに思いますし、まあ、本当にヨガの先生でもこれは京都の方の先生だったんですけれども、えっと、体幹を鍛えてたつもりだったしあると思ってたしっていうすごい自信。 思ってたんですけどもやったらもうずっと3日間以上筋肉痛だったよみたいなでもこんな動きでやっぱり良かったんだねっていうところだったりとか何か自分で分かっていたとしてもなんかじゃあ行動に移そうか示そうかって言った時にできなかったでも一緒にこうみんなでやることによってなんかこう苦痛を楽しめたかもしれないっていう話だったりとか<ー>そうなんかレニングだから結う地うにきだいらしいね So. そうなんですよだからなんかこう自分が思,思い上がっちゃうとこ時ってあるじゃないですか過信してしまう時って私もやっぱりインストラクターとしてここはできるであろうっていうふうに思ってたことがやっぱり全然やってなかったりとかすると年齢も含めてそうですしできなくなってしまったっていうところも受け入れがたかったりするんですがなんかそこをもう一回こう自分のお尻をたたえてなんか頑張った結果こうなったんだよねって言ってくださる方がヨガの先生にも多かったなっていう印象です最近は。 素晴らしいまああのビンヤサフローとかはねやってると流れるようなあれだからあの気持ちよさが先行してあのビンヤサフローってね地味にきついみたいなアイアンガーさみたいなキープが長いとかじゃないから割と流しちゃう流して練習しちゃう人もいるかもしれないけれどもそういう人がベーシック受けると多分 <laughs> い、ね、<laughs> かなり中の深部がいて、うん <laughs> みたいになるるんだろうううなっててことがどうやら起きよのでこうやっぱり、あのー、ヨガもゴルフも野球選手も体の根幹をなすベーシックな、まあ、根っこの部分をねちゃんと鍛え直そうっていうのはね何歳からでもこれは大事だと思うのでねよかった、うん、興味ある方ザ・ベーシックなんと10月から来月7日からこれね月曜日コースですね。 はい。月曜日コースとして、ヨガの先生はちょうど受けやすいかもしれないですね。月曜日ね、休みの方多いんでね。始まりますので、概要欄をよかったらチェックしてみてください。子先生、素晴らしいと思います。引き続き、<laughs> ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい。それでは皆様とお会いしましょう。ではでは。